おはようございます、えー、今日もいい天気ですでも朝はやっぱり冷えますのでまず起きたらこうやって暖炉に火を入れますぬくもりが部屋いっぱいに広がって気持ちのいい一日を始まります さあ、これからこの暖炉の横で執筆作業に取り掛かります。 はいそれでは皆さんいい週末をお過ごしくださいあそれから今日は満月ですねはい、えー、満月瞑想を行います焚き火を囲んで一緒に瞑想しませんかお待ちしてますではまた良い週末をお過ごしください